皆さんこんにちは、ヒロゲーです。はい、今回動画のタイトルの通りなんですけど、先に経緯を話したいと思います。僕 YouTube 4年間やってきたんですけど、登録者も増えなければ再生回数も増えなくて、おすすめにも乗らなくてずっと困ってる日々を過ごしてました。それで僕も今月の中頃に大学卒業して、4月から社会人になるので、もういっそのことをもうここで言っちゃおうかなって思いました。僕は毎日このことについてめちゃくちゃ考えたので、ついにまあやっと整理がついて皆さんに発表できるかなと思いました。私ひろげ、この度仲裁コンテスト開催します。はい、散々折り散らかして申し訳ございません。YouTube はやめません。社会人になっても続けます。もう実は僕主催コンテストずっとやりたくて、もうめちゃくちゃ考えました。ちなみにコンテストの題名はひろげー主催変形合体レゴロボコンです。とりあえずコンテストの詳細は来週の火曜日に発表したいと思いますので、ぜひ楽しみにお待ちください。ちなみに僕が主催のコンテストなんですけど、景品もございますので、ぜひ参加をお待ちしております。最後になりますがお騒がせをして申し訳ございませんでした。はい、以上ひろげーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。